マジキナアンコウマジキナアンコウから1933年12月28日は、ジャーナリスト、歴史学者、沖縄学の研究者、伊波フユ東、女、漢ンと共に、戦前の沖縄学における、古山屋と呼ばれる、著書に、沖縄千年史など、古代生の一つ、モウシ城殿内の支流、モウマジキナ家の文家十三世、父、マジキナヤスヌの、 母、もう地座に牛の次男として、首里もも原村に生まれる。東名は、もう虚位、同名は、尊禁。長兄、安弘が、間近な本家の養子となったため、安鏡が父、安布の家督を継いだ。首里小学校を経て、沖縄県市販学校附属小学校に学び、1891年に、沖縄県人上中学校へ進学した。同期には、生涯の学友となる。 伊波不勇がいた。尋常中学校ストライキ事件のリーダーの一人になり退学処分となるが、後に復学が許されて卒業した。卒業後は、琉球新報、沖縄毎日新聞、沖縄朝日新聞各社を渡り歩き、記者を務める。1898年、沖縄県主陸初期の職につき、以後管理生活に入る。1924年、 イハフ裕の後を継いで、県立沖縄図書館の二代目館長に就任した。著作に、イハフ裕との協調、琉球のご偉人、沖縄女性誌、代表作に、沖縄千年史などがある。博覧狂気を誇り、沖縄市の百科事典と呼ばれた。ありがとうございます。